キンクの門が開けば向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。シルバーメインにできるのは可能な限り敵を足止めし、君たちのためにわずかな時間を稼ぐことだ。だが君たちが前線を突破した後は僕たちに手伝えることはない。北部の裂海がどのような場所なのかは君たちが直接確かめるしかない。覚悟はいいか？分かった。武器はしっかりと握るんだ。きっと厳しい戦いになる。シルバーメイン、命令だ。門を開け。毎日こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。来たね。迎撃準備。この機会を逃さないで。うちの出番。おやすみ。始めようか。ついてないね。鬱陶しいわね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。次。こいつらキリがない。数が多くてもただの雑魚よ。引いちゃダメ。ルールは破るためにある。この機会を逃さないで。うちの出番です。だから言ったでしょ、ジェパード、まだ砦は直してないんだから無理しないで。これはまだ第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕は。お姉ちゃんの言うことを聞きなさい、シルバーメイン。一目見ればわかるわ。まだ傷が痛むんでしょ。よそ者たち、ゼレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、うちらと一緒に性格を探しに行かないの？弟がこんな状態なんだ。さっき思いっきり懲らしめたから。これは私の責任。それに私が手伝わないと次の戦いはどうなるかわからないでしょ。私も本当はあんたたちと一緒に行きたい。ずっとこの目で見たいと思っていた性格が目と鼻の先にあるんだから。私はランドゥー家の娘だ。弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だからそっちは任せるよ。あんたたちならきっとできる。私はあんたたちに希望を見出してるんだ。カカリアが気づく前に性格を手に入れて。性格がどんな見た目か写真を撮るのを忘れないでよね。約束する。安心して、うちらはすごいんだから。
烈海の活動が活発になっている。ヤリーロ6に何か変化が起きているだろう。俺たちは動かなくていいのか、姫子。三人を信じましょう。これは彼女にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの？ベルト。あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出はあの三人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだな。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。安心して。若者の舞台に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた烈海なの？外縁通路が受けた侵食とここを比べたら天と地ほどの差があるな。セーバルは性格はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。そこへ行くにはまずこの迷路のような烈海の出口を見つけなければならないようだ。あのさ、ここなんか不気味じゃない？さっきからずっとたくさんの目に見られてるような気がするんだけど。ここ嫌な感じね。鳥肌が立つわ。皮膚の下で虫が張ってるみたい。今の俺たちには案内人もいなければ正確の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。烈海の汚染が強ければ強いほど根源に近づいている証拠だ。見て、あそこの地面何か落ちてない？気をつけろ。不用意に烈海の中のものに触れるな。あれは彼女たちではない。あれはある種の残影か。烈海が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら二人はあっちの方向に向かっていったみたい。ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。ここがどのような場所なのかまだ教えてくださらないのですね、お母様。700年前、ここはかつてベロブルグの北の境界線であり、アリサランドが初めてシルバーメインを率いてレギオンに対抗した古戦場だ。今となってはただの廃れた回廊で、あらゆる場所に旧世界の残滓が漂っているだけだがな。だがこれら断片的な表彰に惑わされるな、ブローニャ。約束が果たされる日、この廃墟は新たな世界の苗床となるのだ。お母様は本当に性格の約束を信じているのですか？あれは壁の外に吹雪を呼び烈海を生んだ。そして私たちの文明を破滅に追いやった。そして私たちの祖先はその破滅を受け入れないという過ちを犯した。天外から侵入者が降臨した瞬間から世界は死の宣告を受けたのだ。だが性格は私たちに一筋の希望を与えてくれた。
新たに生まれ変わるには対価がいる。旧世界の痕跡を消し去り、無意味に生きながらえることを諦める。これが性格が示す対価だ。約束が果たされたらブローニャ、私たちはもう生涯をかけてこのハイドを守る必要がなくなる。貴様と私はハイドから新たな世界が誕生する瞬間を目撃することになるだろう。この装置すごく複雑ね。彼女たちはどうやって入ったのかしら。はあ、やっぱそう簡単に行くわけないか。そうだ、さっきの空き地にエネルギー中枢に似たものがあったよね。戻って調べてみようよ。この門と関係があるかもしれないし。俺は劣化深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが。だが？他に方法はない。七に落とし入れて後行くだ。へえ、理性的な炭鉱でも劣化の深部にはどんな、やっぱり先に手が。は反応した。でも門はちっとも動いてないね。他にもあるんじゃないかしら。ああ、この装置の作成者が他の人間を簡単に通らせたくないのは明らかだ。引き続き他のエネルギー中枢を探そう。私にも見えた。行くわよ。これ、私が怖いの？うちの出番。おやすみ。この機会を逃さないで。うちなかなかやるじゃん。あのモンスターエネルギー中枢を守ってるみたい。そのようだ。妙だな。劣界のモンスターは人造物を破壊するはずだが。あ、みんな今の音聞こえた？きっとこの装置も解除されたんだ。よし、次のを探しに行こう。次の装置は。あったわ、あの門の後ろよ。スイッチがない。何とかして回り込むぞ。こ
こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。リベットタウンは列海から伸びた一本の触角に過ぎない。俺たちが今から行こうとしているのはその心臓部だ。時間よ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ない。この装置も無事解除。お前に一つ聞きたいことがある。ああ、今が最適なタイミングだ。前に言っていた夢のことをまだ覚えているか。今は目が覚めているのは分かっているが、夢の中の声を再現できるかどうか試してみてほしい。これは俺の推測だが、お前が聞いた声は性格が何らかの方法でカカリアに送ったメッセージかもしれない。お前にもそれが聞こえるのはおそらくお前の体内にあるものがこの世界の性格と共鳴しているからだ。え？それって性格同士は離れてても通じ合うってこと？そんなの初耳なんだけど。これまで性格を体内に宿した人間はいなかったからだ。じゃあ何？私たちは自分から罠に飛び込んでるってこと？そうだ。そしてブローニャはおとりである可能性が高い。炭鉱の推測なら十中八九間違いないと思う。でもそれが分かっても今さら引き返すのは無理だよ。どうせ後戻りはできないんだし、カカリアに圧倒されないよう準備をするべきね。待ち伏せされてるから何？私は負けないわ。ブローニャを助けてカカリアをボッコボコにして性格とやらを粉々にしてやるんだから。
対岸に行きたいのならもう一度桟橋を回転させて回り込む必要があるな。この機会を逃さないで。うちの出番。即戦即決で行こう。ついてないね。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。成功だね。すっごく大変だったけど、これで門の装置は解除できたはず。ブローネに近づいたわね。早く行くわよ。そうだ、どうやらこの裂界はカカリアと特別なつながりがあるらしい。何度も繰り返し彼女の姿を再現している。いや、わかりません。もしお母様が言うことが真実だとしても、この数百年の間に在位してきた守護者たちは皆性格の呼びかけに抵抗しています。お母様は彼女たちが間違っていたというのですか？まだ理解できないのか、ブローニャ。ここに正解や間違いなどない。あるのは人類の傲慢と浅知恵だけだ。私たちの祖先アリサランドを含め、彼らはこの文明を存続させるために命を燃やし、そして静寂に沈み、その記憶は吹雪に散らされた。彼らは生涯人類の勇気を称える賛美歌の編纂にかまけ、星空を見上げる時間を設けなかった。千年という歳月は星空の中の偉大な存在にとっては一瞬に過ぎず、小さな種族の功績など何の価値もないのだ。私は彼女たちの二の舞を演じ、自分を哀れみながら絶望の道を歩むつもりはない。耐えるのが徒労なら新たな始まりを選べばいい。しかし、孫悟のクリフォと、かのアイオーンはお母様の言う偉大な存在ではないのですか？ペロブルグを守ってきたのはかの神の力ではないのですか？孫悟？孫悟が人類をまともに直視したことなどあるか？あれは幻想者の独りよがりの妄想に過ぎない。貴様は真の偉大なる声を聞くことになる、ブローニャ。そして私の選択を理解するだろう。
りだね。あそこの机と見張り台、ここにもシルバーメインが駐在してたのかな。そうだとしても長らく放置されている。もしかしたら貴重な情報が隠されているかもしれないが、残念ながら俺たちに辺りを探索するような時間はない。また見たことないタイプのモンスターだ。俺たちがいる場所を考えれば、新たな敵が出現しない方がおかしい。どんな化け物かなんてどうでもいいわ。私たちの邪魔をするなら叩きのめすだけよ。知らなかったら人間と戦ってるって勘違いしてたかも。見境なしに破壊行為を行う下等な烈海生物とはまるで違うな。自分の意志を持ち高度な戦術を使いこなしているように見えた。見て、ブローニャとカカリアの残影、二人もここを通ったみたい。ちょっとしっかりして、もうゴールは目の前だよ。おそらく北部の雪原にかなり近いところまで来ているのだろう。最初の守護者はここでシルバーメインを率いて戦い、大きな犠牲と引き換えにほんのひとときの休息を得た。しかし異世界から来たレギオンは疲れを知らなかった。彼女はすぐに生身の人間がこのような強大な敵に立ち向かうのは不可能だと悟った。絶望の中で彼女は正確に意識を向け最初の願いをかけた。その後に起きたことは貴様も知っているだろう。つまり寒波は人類の願いによって生まれた災いだった。皮肉だろう。性格はただ人類の願いを叶えただけなのに、我々はその後数百年にもわたりそのことをひた隠しにしていた。さらにはあれを使って性格を制御しようと試みるなど、情けない上に笑える話だ。あれ、この世界に属さない技術で作られたもの。旧時代の会社と喧騒者が性格を収容するために用いた抑制器だ。貴様が多くの疑問を抱いていることは知っている、娘よ。もう少し待って、すぐに全ての答えを得られるだろう。
しつこい。蝶と共に散れ、スターレイファントム。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。またあの女の影。今回はブローニャがそばにいないわね。なんかこれまでの残影とちょっと違う。侵入者。今もしかして喋った？近づけてはならない。まずい。ミツキ、どいて。性格。烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。うちの出番。リュウ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。始めようか。ついてないね。鬱陶しいわね。おやすみ。寒波が貴様らを葬る。うちなかなかやるじゃん。お注射の時間よ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。なだれに飲まれろ。しつこい。うちの出番。極寒の審判。ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。ついてないね。うっとうしいわね。逃がさない。殴ったのね。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。約束された世界消えちゃった。あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこに繋がっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの。恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、
そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。うん、楽しく終わる時もあるよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの貨客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまりあんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。